それでは本日の第9試合、えー、ライズ K-1 対抗戦に出場しました、えー、池田選手のインタビューとなります。お疲れ様でした。ありがとうございました。試合は終わったばかりですが、感想お願いします、えー。実力不足ですね、えー。単純に実力不足だったと思ってます。本日、えー、対戦した花岡選手ですけど、戦ってみて印象はいかがだったでしょうか。その戦う前と戦ってみてのこの違いというか、何かありましたでしょうか。もう少しフィジカル。 フィジカルが弱くてそこは穴になって攻められるかなと思ったんですけど思うように自分の攻撃を当てさせてもらえず逆にもらっちゃって聞かされちゃってっていう感じだったんでて、えー、て上回られたなっていう感じですねご自身の中でこう試合のこう戦っている中でやっぱりそうちょっと違う思ったよりもやっぱ違うなっていうそういうい体が強いっていうか。 そうですねちょっと突破口を見いだせなかったっていう感じですね前回とのの12月、ライズに参戦していただいて、その後この2回目のライズルールでしたけど、その辺は特に問題なかった、はい、うーんでもやっぱり蹴り足つかまれての攻撃だったり、対応がまだあの花岡選手に比べては慣れてない部分もあったんで、そこも含めて実力不足かなっていう感じですね。 ありがとうございます、えっと、今回、対抗戦という形のもう5対5本日だったらという形で出場しましたけどその辺のプレッシャーというのはありまししたでしょうか、はい、いやプレッシャーは特になかったんですけどやっぱり自分と花岡の選手の試合だと思ってたんでプレッシャーはなかったんですけど、まあ、クラッシュ王者として出場したんで結果的にクラッシュ VS ライズという風に捉えられると思うんでそういう意味では k 1ファンクラッシュファンの皆さんの期待を裏切ってしまったんでそこはめちゃくちゃ悔しいです。 今後どういう巻き返し方をしていいいきたいと思いますすかそうですねう本当に実力不足なんでこのままじゃ終われないですしでも、このままやり続けてても何も変わらないんで何か大きく変化させないといけないと思って、まあ、一つは階級アップだったりもう少しフィジカルつけて無理な減量しないとかそういうところをがらっと変えるのも一つプランとしてはありますね。 まあ言い訳になっちゃうんであれですけど、もう何か変えないといけないんで、その何かってなるとやっぱうん。例えばですけど、所属ジムだったり、もう練習環境だったりというところと、あとまあ階級だったりっていうところなんでま1つ視野に入れていきたいなっていう思ってます。わかりました。ありがとうございます。他ございますでしょうか？よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。それでは以上で池田選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。今日ありがとうございました。今後もあのご期待ください。もっと強くなります。